HKT48 のお出かけ、お、お出かけ、お出かけ。なんか食べたいのあるかな。あそこの服屋が明太子なんですけど、白米と一緒に味見ができます。すごいね、明太子屋さん。テレビいいですか。すいません。やったー、ありがとう。やばー、こちらが冷蔵状態の明太子ですね。うん、中辛ください。チューブです。うわー、うまそう。はい、どうぞ。うん、ありがとうございます。最高です。美味しい。ありがとうございます。俺、岩尾がこの味してたら、岩尾全部ボケだな。意味わかんないです、それ。意味がわかんない。ぐらい。お父さん、はい、買いますか。気に入ったお父さん、私これがいい。なんで俺が買うねん。マーブラタイプとかできた。マーブラ最高や。お前やな、うまそうやな。おい、明太子ととろろやね。やばい、やばいな。これはやばい。焼いていただいても、うわやばいですよね。やばこれすごいね。もう食べたことないです。嘘やろ。ひなちゃんどう？やばいです。これちょっと一つ。ねえ、欲しいです。どんじゃ。感動。ありがたい。むちゃくちゃ狙ってくるやん。いや六個だ。なんでやねんお前。六個買わなきゃ。いやこれでも東京で売ったら売れると。うん、マジで美味しいもん。マジか。嬉しい。やった。あれが嬉しい。ちゃうねん。今回そういう企画ちゃうねん。別に早めは1回で全部かしこまりました。一緒でお願いします。ありがとうございます。やった。同伴ちゃうぞこれ。すごい美味しかった。本当にみんな食べた方がいいレベルですよこれ。レジまで来いや。ダラダラ見やがって。美味しそうだね全部。この後梅味のソフトクリームもお買い上げ。え、人生で食べたアイスで一番美味しい。いただきます。太宰府グルメをこれでもかと食べ歩き。ありがとうございます。じゃあここで突然ですが、ああクイズです。こんな道の真ん中で。新年といえば何でしょうか。新年といえば何。はい、3、2、1、バイバイ。新年といえば初日の出。年賀状。ブー、占いです。イエーイ。何がイエーイや。なんと福岡で大人気の占い師さんに今日は来ていただきました。あ、そうなの。なんとこちらに太宰府の母ちゃんこと森田京子さんがいます。どうもこんにちは。こんにちは、お邪魔します。じゃあみんな奥行って。何を占ってもらうの。これは2017年の運勢ランキングが出ます。わ、特に福岡年明け一発目だからだ。はい、松本ひなたさん。おお、ひなちゃん来た。ショックじゃん。どういう年になりそうでしょう。そうですね、仕事に対するやる気はね満々なんですが、精神的な疲れから自分がアイドルに向いてないんじゃないかなとか思い悩む時も。おー、いきなり、うんうん、なりやすいよって。そうか、今んとこはどうなの。そんな思う、思うの。え、早っ、しょんぼりしちゃってんじゃん。泣かないで、泣かないで。でもいいところもありますよね。いいとこありますよ。ありますか。どういうとこですか、いいところ。そうですね、なさそうですよ。なさそうですよ。4位、指原アリ。おめっちゃ普通のとこじゃない。お、自分の利益っていうか、その感情で選ばないこと。うわ、超当てはまってるわ、すごい。今までお世話になった方に常にやっぱり礼を尽くして。へ、損得感情で仕事してるの。感謝をするというのが苦手なので人に。ああ、
ね、あのそれで人を怒らせることがすごい多い。ああ、ちょっと感謝不足。うん、あとは出ないよ。聞きたい聞きたい聞きたい。2017年は出会いがありますよ。誰ですか。いや誰ですか。どんな人ですか。相手はね、仕事関係の人ではない。うん、一般の人でね、結構名誉とか地位とかある人。あ、じゃあ上の、やだ、あのお金持ちという。あ、そうですか。うん、そういう人とね、出会いがあるよ。社長さん、あ、やった嬉しい。いや、嬉しいちゃうで、お前それ。あかんねんで、お前。やめない、やめない、やめない、どっちも両立するから大丈夫。もうこれ以上飛ばす先ないから。小田彩子。あら、まあまあまあ、ODA。仕事で注目を浴びる一年になるのかなって。よい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 よ。トップのプロデューサーの目に留まる可能性も。あ、これはええやんか、よかったやん。いいことと悪いことがあるので、はい、悪いこととしてはストレスで暴飲暴食になって胃腸を壊したりとか肌荒れしたりとか。うん、ちょっとダイエット中なんですね。そうか。いや、HKT でもなんか劇的に太る子とかいっぱいおるから。気をつけや。後藤さん、あー、いいか。これ絶対1位が思ってた。どういう年ですか。いい、うん、3年間は仕事が最高に強い。いいね。でも私も占いとかじゃなくてそう思うもん、普通に。いやいやいや。あ、そうですか。うん、でチャンスをものにできる1年間かなと。うわー、すごい。いや、オーディションを受けると受かりやすい。今からオーディションすんの俺。違うジャンルだよ。なるほど。なんかドラマとか、そうそう、ドラマとかキャスターとか。面白い。なるほどね。不倫しますか。それが最後よ。あれ。やるね。ちょっとややこしそう。昔から好きでしたとか甘い言葉にはもうね、ちょっと乗りやすいの。あ、そう。特に仕事関係の若い綺麗な年下の女の子。あ、超リアル。いや、まあ正直その辺渇望しとるからね。乾き切ってるから。そういう甘い言葉に乗らないですね。そうか。めっちゃ褒められてる。いや、これより上がいて、確かに、あと最低がいるわけですよ。豊永と雲上。運気が上がると書いて運上なんです。ああ、お前や、うん、そうだよね。さあ、じゃあ第1位は豊永あきさん。お前名前運ゲにしてる。すごーい、やったー、嬉しい。まずは理由が聞きます。はい、仕事運ですね。2015年から、ね、2019年までずっと良い人生が続くんですよ。ちょっとアイドルとして一番美味しい時期じゃないですか。美味しい時期。そうやな、でも10代から20代にかけてやから、うん、大事大事。そうだよね。今年は何をしても名誉に輝くっていうかね、もう注目されるというか、すごい、ね、やばい、ね、後藤さんより上ってことですか。そういうことやね。やばいやばい、どうしよう、ごめんなさい。いやいや、1位ですよあなた、さあ、運ゲですね。運ゲはどうでしょう。6位。はい、まあ仕事運は低迷期に入ってるんで。早すぎ。早っ。なあ、感受性豊かすぎるわ。低迷期やって。しゃあない、それ占いで出てんねんから。一度自分に自信をなくすとね、やっぱし時間がかかる、立ち直るんだけど、やっぱそれをね振り払って乗り越える力が必要だよ。ね、HKT 研究生になって、なんかこう悩んだりしたことあんの。
4期でもみんなより何もできなくて、うん、頑張ってるけど、お午前中に聞く話しちゃうわ。面白い、面白い。そうか、思い自分でこう何でもできへんなと思うこともあんねや。なんか聞きたいことないの？やっぱり、うん、大統領がアメリカの、うん、何聞いてんの？トランプさんになって日本が消えちゃう。なんでそれ聞きたいの？消えるか、ほんで。おばさんもショックやった。いやいや、よろしいよ。ヒラリー入ったんか。